少しずつ被害にも違いが見えてきました現在私が立っているこの場所は地震発生前までは海だったそうなんですただ地盤が隆起した影響でしょうか現在は砂浜となっていますそしてもう波打ち際は数百メートル先にある状態です輪島市西部では最大4メートルの地表の隆起を確認港の様子は 変わり果てていました。今日初めて、あの来たんですけれども。まあひどい状態ですね。お水ないよって言われてて。嘘だろうと思っていたんだけれども。あの、まあ今見て言葉ありませんね。一方の珠洲市。和島の反対側に位置していますが。 津波による甚大な被害を受けていましたそしてあそこにも船が打ち上がっていますと漁具を収める建物でしょうか100メートルぐらい離れたところまでその網だとかそういう漁に使う道具が流されてきていたのでここも津波と地震のダブルパンチです 能登半島を襲った特殊な地震は津波を起こしつつも隆起によって被害が軽減された可能性があります従ってまあ陸地への遡上とかまあ浸水とかっていうのが抑えられると鈴市では地震による影響で潮位計が使えず正確なデータは不明ですが高いところで 5メートル近い津波が襲ったという調査も出てきていますただその一方でもたらされた被害には差が生じています石川県輪島市の上空です以前はここに漁港があったとみられます海水が引いてしまい船が 出せなくなっていますこれでは出航ができません日本地理学会の分析によると北西部の鹿町から北東部の鈴島での90キロに渡り沖合に向かって海軍船が前進していたことも分かっています半島の西側と東側で起こっていたこと能登半島で 地震などのの調査をしている金沢大学の平松義教授は能登半島の北、ま、岸、あ、沖日本海側の海底にある断層というのは逆断層というものでありましてでこれ、えー、と断層が能登半島の下に、まあ、斜めに入っているとこれで、えー、と逆断層というとこの能登半島の陸地の方を隆起させて。 海の方を、まあ、沈降させるような断層運動が起こるということなんですね。で、今回の地震でも、その逆断層という断層運動によって、広い範囲が隆起したということになります。断層にはエネルギーが加わると。地盤がずり下がる正断層と。せり上がる逆断層などがあります。能登半島の周辺海域は。 この逆断層型、つまり輪島市側の海底がせり上がっていたのですこれは輪島市の海藻漁港付近を捉えた衛星画像白い部分が海に向かって大幅に増えているのがわかります海岸線は最大で240メートルも前進しました でまあ、こう海の断層が動きますと、まあ、海底の地殻変動が起こって、まあ、隆起と沈降というのは起こるんですけれどもそれで津波が押し寄せてくるわけなんですが、まあ、そこで同時に、えー、とまあ陸地側がかなり大きな量を隆起しますと、まあ、相対的にその津波の高さが低くななるわけなんですよね津波の到達予想は輪島市と珠洲市でともに5メートルでした。 しかし津波による被害が目立ったのはやはり東側でした地表が隆起したことで軽減された可能性がある津波しかしかつてあった漁港を元に戻すことは容易ではありません魚とかで言ったら どんんなものががよく上がるんですか,かやっぱり主にスルメイカと定地のものやから、うん、アジとかサバとか、うん、正直言っていいこれ港の機能が全くない、うんうん、これだけ上がってしまうと船が全く入ってこれないいやこれどうすることもできないですしもう終わっちゃっているわこれ。 テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。